ブラックロックは19世紀前半のイギリスの競争馬、シュボバである。1829年にサン区が62勝を挙げ、イギリス首位シュボバとなった。非常な希少んで知られ、アッカーソド・ブラッドと呼ばれた。現役時代、現在も名前が残るレースには勝っていないが、競合として知られた。競争成績は英語版に詳細があるが、セントレジャーで2着に入ったほか、 4歳児のグレートサブスクリプションパースでは、アガサやセントヘレナに100ヤード以上の差をつけ7分23秒のタイムで勝ったという。1820年からバートン司教の下で、で種ボバとして教養された。彼の3区は優秀で、70頭以上のカチウマも送り出し、442勝で5万ポンド以上の賞金を獲得した。 主な3区にドンカスターカップに勝ったボルテールほか、ブルタンドルフ・ビロシピード・ローレルなどがいる。1831年にローラという貧馬と交配した後、血管を破裂させ死亡。17歳。ありがとうございます。